ります。はい、皆さんどうも、こんにちは。あやおです。今回はですね、11月5日、金曜日に配信された、この、主青あしらのイベントクエスト。いや、神々だ。主青あしらのイベントクエストに、今回はチャレンジしていこうと思います。ツイッター見た限りだと、結構なんか強化個体、強化個体ってさ、みんなちょっとやかましいから、まあ、本当にそんな強化個体なのか。俺がちょっと実際に、見に行って、ちょっと感じていこうかなと思います。みんな強化個体って言ってるんだから、多分おそらくかなりの強化個体だとは思うんですけど、そのため、いやーく一応対策も、出て、なんだっけ。腹痛入れてます。死んだらね、攻撃力、防御力上がるやつ。まあ、ちょっと一応ね、怖いからつけてるっていうのと、はい。腹痛1。なんだっけ。三河白切りだと、回避距離が短すぎて。うわ！今の当たる？攻撃しない。やばすぎ！やばすぎー！もう強すぎ！こいつマジで。よし、わかった。ちょっとリベンジだ。よし。まあまあまあ、ここはね、2回目の挑戦になるので、さっきの俺の立ち回りのダメなところを反省して、それを活かして、今回はね、また再リベンジと。再リベンジってなんだこれ。再リベンジっておかしいな。頭痛が痛いみたいな感じになっちゃったけど。あ、ここじゃねえ。こっちじゃねえ。こっちか。そうそう、だから、回避距離を入れて、三河白切りにしました。やっぱ三河白切りの方が多分だけど、受けやすいと思うんだよね。うわ、蜂蜜食ったやつだ。普通に。こいつ、罠はめできたらね、最高なんだけどね。じゃあ、対戦よろしくお願いします。やっぱこう、いや、こういうことですよ。もう今のやつもだいぶ変わるから、ね。で、しかもこれは、攻撃の避けるときは、こんな感じで、当たんないよね。俺には当たんないよ。ここね、ちょっと危ないね。後ろ崖で落っこしちゃうから。避けて避けて避けて。避けて！あー、やばいやばいやばい。危ない危ない。よかったよかった。追撃攻撃来なくてよかった。避けていく。オッケー。ここまで離れれば大丈夫でしょ。避けろ！オッケー。こういうね、一個一個の攻撃をちゃんと避けていくのが、ギルドクエストをやってるみたいな感じでさ、一発も当たっちゃいけない、立ち回りを、よしよし。あー、やっちゃったー。しかも早速ど根性発動しちゃった。いや、絶対発動し、いやー、早すぎー。いやいや、こっち来すぎー。超カーブしてくんじゃん。一回落ち着け。シャリンガンで、とりあえず、一回動きを封じて、まあ、腹痛はちゃんとね、さっきと同様ついてるから、このさ、今、相手がさ、見失ってる状態、飛びかかち、お前上がってこい、こっち。上がってこい、上がってこい、上がってこい。お前、生きた、ナイス、ありがとう。飛びかかち、お前だ、お前だ。よしよし。飛びかかち、お前の力を借りるときはやってきた。さあ、合わしら。やり合え。よし。よしよしよし。じゃあ、お借りしまーす。避けて。あたね。アイアンテル。アイアンテル。竹虫止めて、アイアンテル。よ。避けて、避けて、走っ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 て、アイアンテル、避けていくよ。よし、ナイス。まあ、スタートだよね。よいしょ、はい。よし。必殺技、いけ。よし、相手はね、今、ま、ビリビリ、ビリビリ2が雷やられだから、スタンのチャンスがあるから、今のうちね、ちょっと頭攻撃して、スタン取りたいけど、もうスタンしちゃってるもしかして。来た、スタン来た。主青あしらのスタンって結構短いんだっけ？確か、ベニカブトはスタンめっちゃ短いんですよ。スタン
するまでに時間かかるくせに、ターン全然あの時間、短いっていうね。そういうのあるから、あの、ダブルクロスは、ね。よし、で、怒り解除していくと。なかなかいい、あの、立ち回りじゃないですか。さっきと比べたら全然違う。怒ったと。ここは一回、スタミナを確保しなきゃいけないから。よし、これはちゃんと、緊急回避でも、あの、避けていくと。やべ、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 やべ。あれね、結構ね、悪空間引っ掛けだから、あの、マジで、超範囲広いからね。よしよしよし。悪空間引っ掛け。よっしゃ、当たっちゃったー。よし、だからこれで、こういうね、痛い人玉どりも、これと、こういうね、一個一個の積み重ねが、自分のね、命を守る行動につながります。皆さんもね、ぜひ。あー、クリック、距離、遠い。お前はこいつ狙ってろ。お前はこいつ狙ってろ。あ、お気をつけて、お気をつけて。お気をつけて。お気をつけて。2回連続、うん、大丈夫、大丈夫。スタミナがないよ。落ち着け。スタミナがない。お前はその魚狙ってる魚。悪化引っ掛け、悪化引っ掛けを魚にやる。オッケー、ナイス。はい、魚そろそろもう死んじゃうから。よし、ここは一回避けていって。よし、いいね。魚狙ってるね。こういう時に使えるんだよな、魚。悪化引っ掛けじゃない。悪化引っ掛けじゃなくて、スーパージャンプ。あ、その後、やばいやばい。バカ、マジでやばい。犬、お前もうちょっと早く起こせよ。あの、まがいまがと思い出すわ。なんだっけ。体験版のまがいまがとか一番難しかったんだよ。今日までの俺は。よし、避けていく。怒り解除したい。よし、こういうのはね、あの、ちゃんと避けていくからね。はい、もう一回来る、オッケー。解除したい、解除。はい、よけろ。こういうのはね、ちゃんとよけて。はい、よけて。オッケー。待て、これ。怒ってるから。よーし。そして、バゼルギューシングの、やってきたね。バゼルギューシング。あー、危ない。うわぁ、どこ。あ、よし、もう一回来る。よし、避けてばっかじゃあれだから、ちゃんと攻撃もしないとね。岩投げ、うわぁ、食らうね。悪眼飛行機。よしよしよし。1、はい、2、オッケー。で、来た。四つん這いになった。悪空間引っ掛けの、悪空間引っ掛け。じゃなくて、タックル、悪空間立ってる。悪空間捨て身タックル。オッケー。引っ掛け、はい、引っ掛け。はっき、はっけー、オッケー。二回目は、そんなに、距離は、縮まんない。走ってからの悪空間引っ掛けがやばいからね。よし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 。四つん這いになった。四つん這いになった。どこへ？一体どこへ？いや、ここかー。ここは嫌だなー。ここはなんかちょっと斜めったりとか、なんか結構、あの、ボーボーだからさ。生い茂ってるから。よし。スーパージャンプよく行って。で、この後、2回来るから。はい、1。で、届かない。いい、OK。岩投げは食らわない。でもって。はい。1、2、3、OK。当たりません。ちょっと近づいて。ちょっと攻撃して。走ってきた。よし、避けていく。で、よし、怒り解除していく。はい。猫の方向を、攻撃力がアップして、頭狙おう。頭。弱点頭じゃなくて。よし。
起こった、腕が今弱点になった。で、ここは一回避けよう。うん、相手のターン。今は相手のターン。で、もう一回。引っかき、はい、かき上げ、OK。ある程度ね、相手の動きをちゃんと分かれば、なんとなく、大丈夫だと思う。あ、スーパー引っかき。スーパー引っかき。OK、OK。あれはマジで、やばい。あ、空間引っかき。走ってからの空間引っかきがマジでやばいから。それ一番あれだからね。こいつで気をつけなきゃいけないから。走ってきた、走ってきた、走ってきた。片手ほら、片手がほら、片手上げながら走ってくると空間引っかきの可能性が大だから。よし、弱った。よし、ここは、あのね、よしよし。一回あれさせて、車輪ガンで現実にはめて、で、その間俺もステータスアップする。何？よしよし、近いけど怒りを解除する。怒り、よしで、よし来た。はい、来ました。ナイス、お疲れ様です。いや、感想は本当に強い。やっぱりこういうね、強いやつがたまにね出てくれると、やっぱモンハンもね、モンハン界隈もさ盛り上がるから、ぜひね皆さんも挑戦してみてください。まあね、弓で行くっていうよりか自分の好きなね武器で行った方が一番ねやりやすいと思うので、ぜひねこのイベントキャスト皆さんもクリアして、達成感を、共有して いきましょう。それではご視聴ありがとうございました。あやおでした。またね。嘘。いや、10枚も出てくる。これ1回であれガチャ引けんじゃん。まあ、難しい割に報酬もちゃんとしてるから、10枚もゲットできるのすげえな。